大畑女は、日本の医師。専門は、スポーツ医学、整形外科。1930年11月25日、東京都出身。成城高等学校を経て、東京時計会医科大学卒業。大学卒業後は、東京時計会以下、大学附属病院整形外科医師となるとともに、東京時計会医科大学整形外科教室及び、 形成外科教室で教弁をとる。1984年に教授に承認。1985年に時系医科大学病院に開設された健康医学センターにてスポーツ外ライブを設置。スポーツ医学研究を進めるとともにスポーツ選手などの治療などにあたる。1993年に健康医学センター長及びスポーツ医科学教授に就任。 1996年より客員教授を務める。また、東京自警会医科大学附属科市病院委員長も務めた。大畑は、旧性成長高等学校時代にサッカーを始め、東京自警会医科大学でもプレーした。その縁から、1964年に日本サッカー協会に壊れて維持活動に入る。1970年の 第6回アジア競技大会に出場したサッカー日本代表のチームドクターに就任。約10年間にわたって日本代表選手の医学的管理に携わる。また三菱重工業サッカー部のチームドクターとなるなど、当時としては先進的なスポーツと医学の関係強化に尽くした。1982年に国際サッカー連盟スポーツ医学委員会委員に就任。 また1979年からアジアサッカー連盟維持委員に就任するなど国際サッカー界でも精力的に活動。FIFA ワールドカップや AFC アジアカップをはじめとする国際大会ではドーピングコントロールや医学管理面での指導を行っている。サッカー界での活動と貢献が評価され2010年度の日本サッカー殿堂に選出された。ありがとうございます。